はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ちょっと面白いキャラを使っていきます。最近ねちょっと頑張れる時あるなっていうキャラをやっていこうと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。それでは早速やっていきましょう。今回やっていくのはサキュバス。サキュバスです。今これから流行るキャラが何かわからないですけど、まあ、ゼウスが流行る可能性があればサキュバスが有効。かつ、例えばレドラとかも強くなってますよね。で、レドラ他の大型もそうなんですけど、サキュバスの吸い尽くしが入った時の火力ダウンがかなりエグいんですよ。今回ね、それをね、見せられたらいいかなと思います。マジでエグいんですよ。全然ダメージそんな風に。攻撃力下げられて、大型戦始まると、もう、何もできないみたいな。プリンセスのカゴレベルって言ってもいいぐらい。プリンセスのカゴは、そもそも範囲で全体に防御力入って、しかもしばらくついてるじゃないですか。しかもそれが大型にもつくんで、全然性能は違うんですけど。さて、どうだ？お、取っていく。じゃあ早速一回サキュバス切っちゃいましょうか。中型に来るキャラではないんですよ、実は。このキャラって、大型に来た方が強いんですけど。やっぱ火力ダウンをさせたいんですよね。できれば。まあでも、捨て上がり、これで、なんとか。おっと？本当はあんま、やりたくないんですけど、多分やらんと勝てないんで。OK、倒した。で、ブーン。あ、やべ、取られた。まあでも相手コストないっすよね、これも。OKOK。で、この辺サキュバスを示したいんですけど、吸い尽くしが入った時の、この攻撃力ダウンがやばいんですよ。この削り方。全然減らないでしょ？嘘でしょって感じじゃない？全然減らないんですよ。デス潜ってっからね、これ。サキュバスからね。てかサキュバス、生きてるし、まだ。やば。なんでこいつ生きてるんだ。さすがに死にましたね。合わせよう。流れるように。フォアドラちょっと、フォアドラもう、コスト負けする前に大砲打たないと勝てないですね。何度か、勝利。え、サキュバス、強めちゃ頑張ったんだけど。ナイス。さあ、お相手フレンドですね。誰だろう。テンさんかな。じゃあ、サキュバスの強さを見せつけましょうか。ただ、サキュバス今環境、虹バッジが出てるのかな。ただ、虹バッジは持ってないんですよ。虹バッジで、アビさんと同じように射程がアップするみたいな、らしいんですけど、虹バッジは持ってないので、まあ、金バッジでも、強いので、金バッジ引けたら嬉しいなといった具合ではあるんですが、金バッジは引いたが、足がいないのにイカはちょっと怖いですね。よいしょ。そろそろ妥協ライン、行きましょうか。どっちも30フルの大型ではありますが、妥協。大型の弱い部分は、さっきはその吸い尽くしで頑張ってもらいましょうか。さあどうでしょう。ウサギがいるかのような出し方をしていないんですけどね。こっちにいた。こっちは取れず。なるほど、出てきましたね。おっと、能力がひどいゲームをしている。こうなったらもうサキュバスもゴリゴリにいっちゃおうぜ。もう分かんないから。待て待て、上取られてんだけど全然見なかったわ。頑張れ頑張れ。さすがに狩られた。さすがに狩られたが、このハーピーの位置で倒していきたいところだが、どうだ？ハーピーで止めていく。ハーピー強いぞ。ただ、キャラが残ってないというね、悲しい現状がね、待ってるんですよ。実を言うと。ただ、このバカモン倒しましたね。なんかすげえ雑な戦いになっちゃいましたけど。サキュバスが圧倒的に頑張ったのだけわかる。
なんで俺剣士遊んでんの。さてここね、トリデももらっちゃいましょうか。ここトリデもらえるとでかいですけどね、どうですかね。さあマイマイがいるんで、マイマイの圧でトリデをもらえるでしょうといった具合で、さあダメージが入っていく。お互いキャラを使い切った感じが。バカボまだいたわ、こっそもなかったんですね。どんどん前行って前行って、おマイマイが前行ってトリデにね食らいついてくれそうですね。干渉できたら嬉しいかなぐらいですけど、干渉どうかな、わかんないですね。なんとも言え、火力がない今回、こっちに、こっちに。もう火力がいないんで、干渉は厳しいか。いや、でもよく、ここまで盛り返したと思いますけどね。ナイス、エンジェル付きで、あ、やべ、積んだじゃんとか思ったんだけど。サキバスが、ゼウスを倒しきってくれて、素晴らしい。ナイス。最近サキバスの補欠を外したんですよ。ソロは。マルチはちょっとキャラがやっぱ多すぎて刺さんないことが多かったんで、ソロで外したんですよ。で結構ね頑張ってくれる。例えばブルドラとかめちゃめちゃ火力高いじゃないですか。そのブルドラに吸い尽くしを入れてブルドラ終了みたいなこともできたり、結構頑張ってくれてて、迎撃多いな。大型に本気いたけど、いや壁がいないな。妥協 OK、 妥協じゃねえわ、強いわ。キャラ数少ないですけど、そこフル大型2体なんで全然ありですね。4コス2体引いちゃうとねちょっと怖いんですけど、金バッチサキバス性能すごいっすよ。ただ問題は壁っていう壁がいないところ。取り手は取った、とりあえず。いや、こう行くか、泉。ちょっとやだな。ちょ、前も行くか。なんか、展開が早いな。こっち、サキバス行くか。なるほど。だいぶ展開が早い。で、狩られてるな、サキバスが。あのライン。困りましたね。この圧がどうしようもないぞ。あ、入っちゃった。これは無理ですね。多分ほとんど減ってないだろうな、これ。減ってないですね。うまくいけば点負けができるかもしれないですけど、いやきつ、そんななるか。よいしょ、これはきつい。よし、あ、バイキンいいね。バイキン入って。そう。感染してって感染。ひたすら感染して。さあ、無理か？ギャー、くそ。間に合わず。大多数に弱いな、やっぱり。うん、まっすぐ戦えば強いんだけど、まあ何でもかんでも両方守れるよってキャラではないですね。まっすぐ正面で向き合ったり大型戦が始まれば強いんだけどな、それは大型には効かないし。あとは壁と引きたいか。4コスだから手数的には、あー、でもね、これね、取り除けるキャラがいないんですよね。サキバス、ゼウスしか。こういう方がありなんじゃないかな、多分。だから、足を無理やり引いてもしょうがないのかなって思うんですよね。まあ、ヌボボとか、
コラボ猫とかだったら、まあ、キャラ数もいるし全然相性いいと思うんですけど、まあ、そもそも今前々でやってるっていうのもねまたあれなんですけどね、大型の強い大型リーダーにして裏がサーキュバスとか、まあ、逆もしかりだったらもっと面白いとは思うんですけど、まあ、今回はね、前々のトロフィー中にサーキュバスの紹介をしてますんで、サーキュバスはもうディーゼルが持ってディーゼル持ってるんでね、トロフィーで、リーダーにすることはないんですよね。まさかの一体走ってくるやつが現れる。取れていない。そこでゴスか。倒してオッケー。そうだ、おいしい。したらサーキュバスをまず切って、そうそうそう、サーキュバス切ったらこっちもいっちゃおう。ショコスね、きちい。やべ。サーキュバスがね、蜂に触るんですよね、これ。横から。これがね、サーキュバスのいいところ。押すとこねって。押すとこないんすわ。押すとこねえんすわ。オッケー、倒した。キメラ遊んじゃうんだよね、ほんでね。これが本当にキメラの。いけないところ、サーキュバスがチク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 されてるんで、小玉でねキラビー奪えたら最高なんですけど、サーキュバスは全部やられちゃいましたね。正面からだったらね全く問題が立ち回れるんですけど、 OK、 どうだった、この位置から取れるんですよね。まだあるぞこれ。惜しい。サーキュバスが一応削ってるんで、このままいけばいい感じに攻めれる可能性はある。チビフォーもいるし、取っていく。これフェアリーで加速したら結構強いんじゃないのね。ステータスが低い分これでブーストしてあげれば足が早まる。走れ走れ、いいぞいいぞ。でチビフォーは出して取っちゃえ。そこ取らないとな、ダメっすよね。そこは倒そうだな。さあワンパン入っていく、ナイス、いいね。そう、あのブルブラとか、まあ、レドラが苦手じゃないですか。まあそこフルブルドラだったらねレドラ倒したりするんですけど、自分の30フルブルドラでね相手のレドラ倒せないじゃないですか。それもサーキュバスの強い尽くしで仕留めてくれると。これもいいところ、相性差をねひっくり返してくれるんですよね。全然下手なかったじゃないですかブルドラ、それぐらい強い。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。今回やっていたのはサーキュバスです。まあ、強いところもね、弱いところも見られたんじゃないかなと思います。まあ、複数、大多数の敵に対してはサーキュバスは有効ではない。吸い尽くしをたとえしても吸い尽くしの対象は1体なので、やられがち。耐久値高いんですけどね。高いって言うても大型の耐久値じゃないので、まあ、大型でも結構削られちゃいますしね。対複数は。そう、吸い尽くした後の通常攻撃の火力が高いので、基本的に怠慢とか2対1ぐらいやったらやれるかなぐらい。あとは大型に吸い尽くしを入れたいのがこのキャラなので、まあ、空大型とかは苦手といった具合ですかね。はい。よかったら皆さんまたぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは、お疲れ様です。